やもうペヤングジンギスカン食ったけど足りん美味しいからもっと食いたい。間違いない。次は次はね電源水鳥にする。これはでも意表をつかれた。美味しかった。これも美味しそうよね。いやそうね、ここ2つもね。これこれこうかな。これがいって、あれ違うわ。違う、違うホルモンや。また別。やべ、これ今日俺食ったけど死ぬことだった。これです。これ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 うまかった。腹減って腹減ったら食えるのがペヤングですからね。食っちゃおうかな。俺これです。これにしよう。エースこれ、これ2発目。ジャニーきつない、いけんの。ジャニーはきついから、うん、これか。これ飲むやつだな。これ結構いろんなのに合うからいいですよ。あの海の家の焼き鳥とかあるじゃないですか、うん、はいはい、あれとかにかけて食っても結構もうあとまかないで。あ、これね、まかないみたいな感じで作ってもらって。しかもこの激辛ってなんかデスソースみたいなえげつない感じじゃなくて本当に美味しいやつなんですよね。これと同じ素材使ってるみたいな。あ、全然食べられる。ちょうどいいやつや。お味バージョンです。おお、お母さんさすが。いや、1個食べたんですけどもう全然足んないと思う。足んない、足んない。いやでも美味しい、美味しい。あ、うまい、うまい、うまい。これはうまい。全然美味しい。焼くことか。あ、うまそう。あ、うまい。パスタ、ラーメン、焼く、餃子、サラダとか。あ、これ、え、これ買おう。これ普通に買おう。これ普通にお土産で。いや、全然いける。使います。俺、昨日買ったもん、これ。唐揚げにかけて食ってた。絶対、これいい。いや、この2択。いや、これやな。いや、2択じゃない。2択からも外れてるやん。とりあえず、え、さっきエースが食ったのはこれ。エース食ったこれ。普通のやつ。あー。なるほど。なんかそば飯とか。ああ、なるほど。確かに、ね、だってこれさ、ちょっと入れてなんかちょっとチャーハンとかにしても美味しいと思う。ほんとちょい足し用の、うん、いや、さっき言った冷ややっことか絶対うまい。やっぱタヌキといえばゆり棒みたいなところある。まあまあそうね、タヌキといえば OK。 大丈夫、落ち全然危ないけど。ごまかして、ごまかして。あ、そう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 、ぼやかして、ぼやかして。いや、ヌードルはほんとない。ヌードルは焼きそばじゃないんかいっていうので買って、お土産に買ってきた。ああ、ツッコミ待ちにない。じゃそれその2ついきます。話聞いたら絶対こっちやん。え、これ食いたくなっちゃった。いや、もうだってさっき言ったらなんか、あ、ウリ棒つったらなんかタヌキみたいなこと言ってたじゃないですか。何冗談言ってんすか。え、じゃあこっちにする。ウリ棒と言ったら中華しよう。いや、中華と言ったらこっちやけど中華食べらんないんで。あ、間違いない。え、じゃあこれにしよう。そう、しかもこれお湯いらないって、もう完璧やん。すぐ作れるし。ザッ。いや、具材は温めるか。いや、これ具材冷たくても美味しいやつなの。そうなんです。本当にそのまま食えるやつ。しかもここ海の家じゃないですか。もう外に置いとけばもう完璧。よう回るわ。よう回るこれ。そう、だから非常食に使えるよみたいな打ち出し方もしてて。あ、備蓄用か。あ、そうそう、書いてある、書いてある。これ、もうこれがダメっす。あ、あんかけが苦手なもんね、ジャーニーね。じゃあ次ジャニーにあんかけ見るんですけど。おい、じゃあそれか下だけ食えばいいじゃん。そう、やっぱね、確かに下だけだった。そう、やっぱね、やっぱ売り棒すごいところだな。もうほら、早速もうきっちりもうソースこぼしちゃった。テンション上がりすぎて、もうソースこぼしちゃった。そういうとこ、そういうとこ。白だよ。だって、思ったと思うんですけど、俺より動いてるさ。余韻が、余韻がすごいんだ。すげえ動いてる。あよかわんかい、あよかわんかい。いただきます。温めた方が美味しいらしいよ。美味しい。お母さんしっかりしてる。だってそんなの照れたらしょうがないじゃん。そう、大丈夫。しょうがない、しょうがない。美味しいものを美味しく食べなきゃ。そういうこと。はい、温めよう。温めます。はい、少々お待ちください。はい。もうずっとフラフラしてるもんね。ちゃんと洗ってきてね。いや、もう本当にびっしょ濡れやけど絶対に疲れこまーって言ったら。こんなキャラ今までいなかったよ。買っちゃったからね。いや、買った。これ必要でしょ。限定って言ってましたからね、湘南とのコラボの限定。そうだって湘南ってわざわざプリントアウトしてあるもんね。そうそう、うん、湘南って。お湯を注いで3分待って、お湯を切ってソースを混ぜる、あなたと過ごす素敵な時間なんですよ。邪魔しないで部屋に。ちょっと聞いてもらっていいですかね。ん、あ、燃焼ガーリックか。あっつ。マジでこれが被害。ネギ塩は絶対うまいって。あー、ありがとうございます。これ温めたやつ、はい、ありがとうございます。これ、これ、美味しいの
めっちゃ絶対うまい、絶対うまいこれ。え、なになに、え、ウリボって、ね、チューが好きなの。いや、もうめっちゃ好き。いや、言っていい。座れ座れめっちゃいいです。それはそれはやばいっすよ。あ、めっちゃいい匂いする。あの唐揚げとかにありそうな。いや、わかるわかる、これ絶対うまい。え、でもこれも絶対うまい。いただきます。はい。あ、もうこれさ、もうめっちゃ具があったかいから、もうそう、あってもらう、うまく取れんけどめっちゃうまそう。いいから食べるよ。いただきます。厳しい先輩や。うん、なんか全然ペヤングって感じがなくて、うん、やっぱ二人で過ごす、あなたと過ごすって感じがな感じがする。いいこと言った、おじじ。いや、これ大丈夫かな。今のまずいかな。これネギ塩があるもう匂いがだって、いや、もう匂いがね、もう分かる、絶対うまいやつ。要は塩焼きそばでしょ。塩焼きそば間違いなくうまい。塩焼きそばうまい、うまい、絶対うまい。うまっ。これもさっきのネギ味噌と一緒、あの辛味噌と一緒、ガツンって味がくるから、若い世代特に好きよ。いや、ガーリックいいわ。ガーリックはマジで効いてる。で、こっち口切らしそう。親父。これうまいね。普通にうめえ。しかもこれ本当にこれそのまま食えるからね、あの災害時。めっちゃうまいやん。いける。なんもないところ。いや、でも結構あんついてますけど大丈夫ですか。これぐらいいこう。よし、行こう。でもなんかうまい、なんか表現できてるよね。なんかそのあんかかったところは本当にしなっとなってっていう、がっつりあんかかってる。おっさん黙々食うとる。いや、2個目でも全然スターって。全然普通に食えるね。どうすか、さすがに腹膨れました。いや、さすがに腹膨れた。さすがに腹膨れた。ただ、クソうまくてペロッといっちゃった。速攻いってたもんね。速攻でした、ね。この大きさっていうのもやっぱちょうどいいっすよ。いや、そうですね。はい、ちょうどいい。よし、許す。感動。そうそうそう、もうだって絶対言いたかったでしょ。言いたかった。言ってたでしょ。1個だとちょっとでも足りない感じしたけど、これでも普通に1個なんだよね。物足りないぐらいがでもちょうどいいっすよね。よく言うじゃないですか。ちょうどいい。振らないでもらっていいっすか。いや、言わないでもらっていい。じゃあ来ないよ。いやー、さすが先輩っすね。なんで、もう2つ食ったからさすがにいいやろ。ということで、もういよいよ海行こう。やっと海よ。海行きます。海行きましょう。はい、じゃあごちそうさまです。ごちそうさまです。